中国武術の一派。東洋哲学の重要概念である、大極思想を取り入れた憲法で、形意見、八揮手のひらと並んで、内科憲の代表的な武術として知られる。大極憲の東路北京、葉山にて。現代、蝶三宝が少林寺で武術を収めた後に、武藤山に入って修行し、道教の陰陽五行思想や都農法と呼ばれる、 呼吸法を取り入れて編み出したとされている。ただし、長三法は、中国の他の伝説にも現れる、不老長寿の仙人の名前であり、この説については、伝説の息を出ていない。少林拳等が、外屋剣と呼ばれるのに対して、大極拳、形意剣、八家手のひら等は、内科剣と呼ばれることがある。中国武術の全国的統一組織であった南京。 中央国術館の武闘門の門長に、楊枝大極圏三世の楊期をし始めが、就任しているが、後に、各門派ごとの組織に改められ、武闘門は廃されている。高尚学の祖である、高僧義が記した、大進南保氏名には、北州大に、長三方が、内科憲法を創始し、大進南はその使い手であると記されており、その憲法の詳細を、 高層儀の子息である、紀百家が、内科憲法に記録している。内科憲法と大極拳気行新書の拳業との関係を考察する研究がある。その他の起源については、秋代に、河南省恩兼、上陽村に強制移住させられた、陳一族に家伝として伝えられていた武術に、陳四九世、陳王帝が様々な武術の要素を組み合わせ、秋代末期から、 新代初期にかけて創始されたとする武術史研究家、東毅吉の研究がある。その後、新代末期に入り、陳氏十四世、陳長皇の弟子だった陽羅禅が北京に赴きこれを普及。武術理論として、王宗学の太極拳論が重視されたため、そこから取って太極拳という名称が用いられるようになったと言われる。現在では、陳家太極拳。 様式対極権、武式対極権をはじめとして様々な門化が存在する。一方、対極権の健康効果は古くから知られていたが、その習得は容易ではなく、万人向けと言えるものではなかった。そのため、第二次世界大戦後の1949年に建国した中華人民共和国の国家体育運動委員会は、 伝統権の健康増進効果はそのままに、誰にでも学ぶことのできる新しい対極権を作ることを目標に、著名な武術家に命じ、様式対極権をもとに、簡略化した当時を編算、1956年に艦下対極権を制定した。これが、制定権の始まりである。制定権という名称は、本来、国家が制定した。 当時という意味を持つ。制定権は一種の健康体操として世界的に広められ、またそれと並行して競技会や新たな当時の編纂も行われていた。現在はグループ表、園や競技会も盛んに模様されるなど運動競技としての一面も強くなり、その一方で武術的な側面から制定権を再編する動きも生まれている。 日本においては、陽明治が1970年に寒家対極権を紹介しており、その後1972年の日中国交正常化を機に来日した中国人教師などから対極権の存在が徐々に知られるようになった。また、中国政府の普及政策によって中国から対極権を持ち帰る日本人も現れ、 健康体操としての制定権が広まっていった。激しい運動を伴わず場所を選ばずに容易に行えることから高年齢層を中心に人気である。武術、戦闘術として継承されてきた対極拳は伝統権と呼ばれる。しかし近年では伝統権を参照元にした制定権も存在するために、 混同を避ける目的で民間の対局権という表現も使われることがある。基本校に始まって、当時、すいて、サンでと進むのが一般的な流れで、これによってそれぞれの門派における対局権の技法を習得する。当時は緩やかで流れるようにゆったりとした動きで行うことで正しい姿勢や体の運用法、様々な戦闘技術を身につける。 しかし実際の戦闘における動作は、ゆっくりしたものではなく、熟練者においてはむしろ俊敏で力強いものとなる。なお、当時の中でも、開花と呼ばれる速い動きのものもあり、開花との対比でゆったりした動きの当時は、満花と表現する場合がある。また、すいての練習では、当時の正しさや、相手と、 適切な接触を保つ技術、相手を感じる能力など武術、戦闘術としての理解度を深めることができる。昔からスイテと、当時は、車の両輪と言われ、実は、スイテをやらなければ、対極拳は、本当の意味で、理解できないと言われている。都市の応用として、対極拳、対極刀、対極棍、春秋大刀。 槍など武器術の当時も伝承されている。また、対極拳の当時は健康法としての一面がよく知られており、一般に、対極拳という場合、武術ではなく、健康法、健康体操の一種として捉えられることも多い。武術としての鍛錬を第一義とせず、各派に伝わる伝統の当時をもとにして、編集委員等によって、競技、表演用に整理された。 対極拳や健康体操として簡易化された対極拳などを伝統拳に対して制定拳と呼ぶ。日本で武術対極拳と呼ばれている競技は世界的には武術と呼ばれているもので対極拳長拳南圏を取り入れ一定のルールのもとで体系化したスポーツである。採用されているのは制定拳であり伝統拳との間に直接的な関連性はない。 対極権は注意、学習、記憶、知覚などの健康な成人の幅広い思考スキルに、プラスの効果があることを発見した。健康、長寿に良いとされているため、格闘技や護身術としてではなく、健康法として習っているものも多く、中国などでは、市民が朝の公園などに集まって、練習を行っている光景がよく見られる。日本国内でも愛好者は多く、 対極拳の町を宣言した福島県北方市のように自治体単位で対極拳を推進している例もある。米国が2007年に行った国民健康調査によると推定230万人の米国成人した人間が健康維持として過去12ヶ月間に対極拳を行ってたと判明している。効能は健康状態、筋力、 筋肉の協調運動や柔軟性の向上、安定した運動による睡眠の進化、身体バランスの強化と転倒リスクの低下などの促進が期待できるという。アメリカ国立保管統合衛生センターの研究では、対極拳を行った被験者の血圧が26件のうち22件も、血圧を下げたなどの成果が報告されている。さらに、ハーバード大学の研究によれば、 変形性関節症などの関節炎を手術より、対極圏で緩和できると、示唆しており、引き続き代替医療の研究が進められている。上記5つの対極圏流派は、五大対極圏と呼ばれる。朝に、上海の広場で健康体操の管化対極圏を、している人々。当時ごとに、動作の数が違うため、各、当時は、 24式のように動作の数で呼ばれることが多い。この他にも、8式、16式、32式、42式の制定権があり、また、陳式、孫式などの各派の特徴を出した陳子56式や38式、孫子73式などの当時も制定されている。感染筆記。 すぐわかるスポーツ用語辞典1998年1月20日発行、発行人、中山俊介、237ページ。正代総書、内科憲法上海戸籍出版社、1990、博士論文、養生武術の形成過程に関する研究、119ページから131ページ、第2項内科憲法の技法と、 小武士教及び太極拳との関係から、屈国宝、東剛、義、林武闘校太極拳、与内科圏内科圏、山西科学技術2008年、林白、原、中国武術師、戦士時代から19世紀中期まで、技芸者2015年、笠尾教授、中国武術師体幹副小動1994年、東剛、義、林武闘校太極拳、与内科圏内科圏、 山西科学技術、2008年、セリサイ道路的由来。2019年6月3日閲覧。達人、龍慶島老子が、基礎から教える対局推定入門の P3 より、抜粋推定鍛錬秘訣第一巻の導入部より抜粋達人、龍慶島老子が、基礎から教える対局推定入門 P2 より引用。パブリッシング、ハーバードヘルス、トライタイキフォーベター。 バランスシンキングスキルズ。ハーバードヘルス。2021年2月21日。閲覧。日本武術対局圏連盟。統合医療情報発信サイトハット大気メイビーアズ。グッドアズフィジカルセラピーフォーアースライティス。リレーテッドニーペイン。ハーバードヘルスブログ。ハーバードヘルスパブリッシングハット。マサムネ式。ふとしの第一章 P1 を参照。マサムネ式。 ふとしけの第1章 P36 を3章。独特な風格については、正宗式、ふとしけの P により異役。正宗式、ふとしけの第5章、P264P294 を3章。書籍、勘二24式対極拳で骨の髄まで練り上げる、技法 P71、13税より異王、キングダム特別動画に、教会役で出演。 山本千尋が語る撮影当時と女優の今エンタメ。集英社のスポーツ総合雑誌スポルティーバ、公式サイトウェブスポルティーバ、2021年1月4日、閲覧。ありがとうございます。